こういった発表によってね、ものすごい風評被害を生み出しているものすごい経済損害を生み出していることは間違いないんですだからこそ冷静なテレビの報道あるいはマスメディアの報道ということとそして我々の発信というのが融合するはい、というユーチューバー川本慎一郎です今日はですね、新型コロナウイルス感染が 確認された人たちの行動をどこまで発表すべきか、そして個人情報をどこまで発表すべきかということで、行政の姿勢について皆さんと一緒に考えさせていただきたいと思います。新型コロナウイルス関連の話題をこの動画でお話をし始めてから、初期の頃にも、実は一度、 投げかけてるんですけれども、まあ、そこから事例も出てきたあるいはいろんな行政の対応が出てきたということでご紹介をしてそして私自身もまあ、こういうふうにしたらいいんじゃないかそして皆さんどう思うかということでこのことがどう皆さんの生活に影響していくのかどう我々のこの社会の環境の中に影響していくのかというところまで今日は踏み込んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますぜひこのチャンネルを訪れた皆さん最後までお付き合いくださいそしてずっと画面を見ていられないよという方もですね、耳だけでもお貸しいただければ幸いでございます このチャンネルを訪れたということでご縁にですねチャンネル登録をしていただければ本当に私も励みになりますのでよろしくお願いいたしますさあ,あの今問題提起させていただきましたけれども感染が確認された人の行動歴をどこまで公表すべきかということで僕がこの前に取り上げた時にはですね大阪府の吉村知事がやはり 感染が確認された人たちがこんなエリアに行きました、この辺りに行きました、もしこの時に行っている人たちが、もし行かれた人たちいるならば、ちょっと警戒してくださいねという、まあ、注意喚起、あるいはまあそれぞれの感染を拡大していかないためには原因を特定していかなければいけませんから、まあ、そのことも含めて、ですねどことは言わない、個人も誰も特定できない中でまあ発表しました。で神奈川県も まあ、あの感染が確認された人たちがこういうところに行きましたよなんていう情報を出していたんですがじゃあ東京都はどうだったかというと東京都は1号のこの感染者確認というのが、まあ、皆さん記憶あると思いますけれどもタクシーの運転手さんドライバーさんだったんですね。でこの乗務員さんがまずみんなが考えたことは羽田空港からお客さんを乗せて感染したんじゃないか というふうふに考えたでも実際にこのドライバーさんに聞いてみたら羽田空港に行ったことがないじゃあどうしたんだろうということで出てきたのが屋形船の宴会に出ていたということだったんですねでそれを受けてこれ屋形船,船に出ていたということが発表されたら多くの皆さんが屋形、ね、船の特定に走ったわけですね屋形船の特定に走ったことによってこの屋形船はもうほぼ営業できないわけです。 で彼ら、まあ、この経営者からするとですね屋形船自体に何かそのウイルスがもともとあったとかあるいはここがその出発していると生産しているみたいなような世の中のすり込みになっちゃったと、まあ、それだけ多くのマスコミが来て屋形船はこんなところだって屋形船って冬の屋形船は特に窓が閉まってて換気もできなくて大変だみたいな話になったことによってもうとにかくもう商売が立ち行かなくなってしまったよという事例があるということなんです。 この時に屋形船ということの発表の仕方というのもこれ一つ東京都課題だったんじゃないかと思うんですがみんながぶわーっと屋形船が悪いんじゃないかと言ってしまうような発表をしたことによって、まあ、このようなことが起きちゃったわけですね。で一方でですね今ここ,のここ数日の間に何が起きているかというと群馬県の太田市というところで保育園で働く方がですね保育士の方が感染していると。 いうことがまあ分かったんですねでこれはあの、まあ、群馬県としてあの発表もしてるわけですけれどもこの時に太田市の市長がですね、まあ、群,群馬県の太田市のまあ保育園から感染者が出ましたよということは分かりましたでこれはよく分かりますよねでどこの保育園か特定されてないんですけれどもこの保育士さんは独身だったということをツイートして結構炎上してるんですね。このの新型コロナウイルス感染の拡大と 独身という情報が果たして意味があるのか独身ということがこのコロナウイルス感染に多くの人たちに広げていくための情報として必要なのかということで炎上しているわけですまあいろんなもっと表現の仕方はあったかもしれませんよねあの家族と一緒に住んでませんでしたとかねでそれによってだから要は清水市長と僕は話したわけじゃないですけれども その保育園のコミュニティあるいはその人たちが、まあ、もしかしたらその保育園の先生がです、ねまあ、いろんなところに趣味があって、いろんなグループに行ってたとかっていうことで、このクラスターを見つけていこうということなのだったのかは分かりませんけれども、あえて独身だということをツイートしたことによって、まあ、行政としてそこまでやる必要があったのかという話になっていますで。一方で、兵庫県の神戸市長、久本喜造市長はです、ね、自分のツイッターで,です、ね、こう言ってるんですね、これ、5日でしたけれども。 感染者の行動を暴き立てて何になるのでしょうかと。地下鉄をの使っていたら乗るのやめるのですかなどというツイート投稿して、まあ、これも批判的な書き込み出てるんですね。で、あの、逆に、詳しい行動歴が分かれば感染リスクを避けることができますよね。まあ、そこがちょっと危険なんだなと。でそこにみんな近づかないようにしようとで。逆にみんなが、 僕も何度も言ってますけれどもこの新型コロナウイルス見えない敵と戦う時に一番怖いのはウイルスを持っている保有しているけれども無症状の人たちがどこにいるかわからない高熱が出てて外に歩けない具合悪いといった人たちは外出歩いてないんですウイルスは持っているけれどももしかしたら広げてしまう人がいるかもしれないけれどもこの人たちは症状が出てない中で会合に出たり。 あるいはまあコンサートライブに行ったりあるいはまあいろいろ飲食店に行ったりすることが怖いよねという話になっていたので、まあ、そこからするといろんなその細かい行動をどこまで発表するかということだと思うんですねで神戸市は実は3日に2人の感染が判明した時に感染者が住む行政区や利用した鉄道は公表してませんでした。 でこれは市役所自体にも何でもうちょっと詳しく発表しないんだという批判が多数寄せられたそうですでこれに対して神戸市の市長は感染拡大防止につながるなら公表するが無用の混乱を引き起こす可能性もある両方の要素を勘案して個別に判断するという話をしていたということなんですよねでこれあの過去に事例があって関西ではですね2003年に台湾の医師が SARS に感染してまあ したた方がいたとでこの時に厚生労働省が立ち寄った先のホテル飲食店などを公表してそこに予約キャンセルが相次ぎ風評被害の補償を求める動きがあったということも、まあ、市長の頭の中にはどこかあったんじゃないかということなんですそうするとこの東京都が最初に屋形船バーンと出したことによって、まあ、そのタクシーの乗務員さんが乗られていた屋形船だけではなくても屋形船業界全体が バーンと今沈んじゃったわけですねだからこの行動歴の発表の仕方大阪府が最初に吉村知事が行った時にはえこのエリアということになってましたでも今はもう,もう連日ニュース見てても分かるようにライブハウスに行った人がまた感染しましたこちらでも分かったけどこの人はライブハウスに行ってましたと言うんですがフェーズがどんどん変わってくる中で特に今専門家会議も言ってるのは患者クラスターを見つけましょうということなんですよね。で患者クラスターというのはどこで 今広がっていくか分かんないですけれども少なくともこの大阪のライブハウスにいた人の中にもともとウイルスを持って外から入ってきた人がいるこの人が中に広げたわけですでもこれはもう,もう今だいぶ広がってきましたけれどももう何度も私もこの動画で言ってますが80%の人8割の人は もし感染したとしても人に広げることはありません。これどういうわけかそういうことになっていると。10人の人が感染したとすれば、8人の方は自分の中で留まる。でも2人の方は人に広げてしまうということは、この大阪のライブハウスというところでライブがありました。たくさんの人がいる。まあ、ひしめき合ってるわけですね。そこにウイルスを持っていて、かつ人にうつしてしまう恐れのある人が、 入っっったたここここととによってで、まあ、ここで感染が広が広しょうといういとですで一方でこの屋形船というのも屋形船自体この船が悪かったのではなくてここに感染を持っていた誰かしらがウイルスを持っていた人たちがここに入ったことによってこの近くにいた人たちに広がってしまったんだろうということが問題だとこれがまあいろんな北海道だったりいろんなところでクラスターが起きてるんですけどメカニズムがわからないメカニズムがわかってる、まあ、いろんなこのフェーズがあるんですけれどもこの「 個人の情報を特定する、あるいはお店を特定することによって、こういった皆さんの不安を取り除かなきゃいけない、でも片側で風評も防いでいかなきゃいけないという非常に苦しい行政の判断の中で、今は各行政ごとに判断基準が分かれていますよと。でこれを もっとあの大阪のようにですね、あの明確に基準を持ってやっていればいいんですが、なかなかそれぞれバラバラになってしまっている。まあいまだに混乱状態が続いてしまっているということが、やはりこう国民の皆さん、都民の皆さんにとってもちょっと不安を煽る、まあ残念な結果になっている部分もあるんじゃないかなと思ってます。じゃああなたはどうしたらいいのというふうにあの意見よくコメント出るんですね。あなたではもうあのただ喋ってるだけで意見はどうなんだと言いますが、僕も。 ある程度その特定というかですね、ここが悪いようじゃなくて、ちゃんと説明をした上で、こういう人が立ち寄った先、こういうところに立ち寄ったので、あれを公表していることはどういうことかというと、もしそこに行かれた人がいたら、いわゆる濃厚接触者になる可能性があるので、申し出てくださいねという話なんですが、そこが全部危ないみたいに、一方的にですね、まあライブハウスといえばみんなライブハウスにマスコミが殺到する。館船だったら屋形船にわーっと殺到することが問題であるので、 しっかりとその行政側のメッセージも含めてですね。各マスコミ、そして僕らもちゃんと皆さん方にお伝えしていく発信していくということが大切なんじゃないかなと思ってます。あのただ、あの政府あるいは行政からの外出を控えていただきたいという。この要請を受けて軒並み。僕はその飲食店を復活させるためには、この自粛期間が終わったら。 その接待交際費の上限額、損金算入上限額をバーンと上げることによって、もっと社用族が入ってきて飲食店を盛り上げないと大変なことになっちゃうよと言ってるんですね。飲食店やあるいは宴会大きな宴会場を持っているところが軒並みキャンセルです。で、その後ろ側にいるお肉屋さん、八百屋さん、酒屋さん、米屋さん、こういったところも。 全部ダブ倒れていってしまったら大変なことになる日本の経済が倒れたらこれコロナウイルスによってもっと二次的、三次的被害が広がることを止めなきゃいけないことをお伝えしてきたんですが今、配達、デリバリーの皆さん方はすごく忙しくなっているといいます。Uber e、で結構頼まれている方 まあこの期間増えたという方いらっしゃると思いますけれどもですからいろんなところで飲食店軒並みダメだという中ではなくてもし例えばウーバーイーツみたいなものを活用して多くの人たちに提供できるのであれば座って飲食店も,もちろん安全面配慮した上でですけどねこの飲食店の人たちが一人一人その代わり気を使う神経を使って安全なものを出していくいろんなお客さんとの接点の中でもお店のそれは接客業ですからいろんなことありますけれどもそういう安全して提供できるようなサポートの政策をしていくあるいは行政 東京都、首都東京とすれば、そういうこともやっていく必要があるんじゃないかなと思いますが、まあ、僕もあの東京都議会の場で,です、ね、役所の皆さん方に質問する場、いろいろと意見を聞く場がありますので、しっかりとこのあたりも踏まえてです、ね、議論を重ねていきたいと思いますので、皆さん方のぜひコメントをよろしくお願いします、ご意見ください。患者の行動歴は公表すべきか 皆さんだったらどう思うか。私は、まあ、とにかく国民の皆さん、都民の皆さんにとって注意喚起をする上で必要最小限の情報は公表すべきだと思っています。ただ単にもう細かくあそこだ、あそこだ、あそこだというようなちょっと犯人探しになるようなことにつながるような発表の仕方やめた方がいいというのは私の考えですけれども、さあ皆さんいかがでしょうか。最後までお付き合いいただいた皆さん、ぜひこの動画に対しては いいねをボタンを押していただいてコメントも書いてくださいそしてチャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたしまます今日の動画はここまでとさせていただきます。